海。大学二回生の夏、俺は大学の先輩と海へ行った。照りつける太陽とも、水着の女性とも無縁の、薄ら寒い夜の海へ。俺は先輩の操る小型船のへさきで震えながら、どうしてこんなことになったのか考えていた。眼下には、ゆらゆらと揺らめく海面だけがあり、その深さの底は伺い知れない。時々自分の顔がぐにゃぐにゃと歪み、波の中に誰とも知れない人の横顔が見えるような気がした。遠い陸地の影は不気味なシルエットを横たえ、時々かすかな灯台の光が鈍調のような雲を空の底に浮かび上がらせている。海の音を取りに行こうという先輩の誘いは抗いがたい力を秘めていた。オカルト堂の師匠でもあるその人のコレクションの中には怪しげなカセットテープがある。聞かせてもらうと薄気味の悪いうなり声やすすり泣くような声、どこの言葉とも知れないささやき声、そんなものが延々と収録されていた。聞き終わった後で、あんまり聞くと寿命が縮むよと言われてビビり上がり、もう二度と聞くまいと思うが、しばらくするとなぜかまた聞きたくなるのだった。うまく聞き取れないひそひそ声を、何と言っているのだろうという負の期待感で追ってしまう。そんな様子を面白がり、師匠は、これは海の音だよ、と言って、夜の海へ俺を誘ったのだった。知り合いのボートを借りた師匠が、慣れた調子でモーターを操って海へ出た頃には、すでに日は落ちきっていた。フェリーならいざ知らず、こんな小さな船で海上に出たことのなかった僕は、初めから足がすくんでいた。操縦免許持ってるんですか?と問う俺に、登録証3メートル以下なら小型船舶操縦免許はいらないと嘘吹いて、師匠は暗く波立つ海面を滑らせていった。どれくらい沖に出たのか、師匠は不意にエンジンを止めて、持参していたテープレコーダーの録音ボタンを押した。風はないでいた。モーターの回転する音が止むと、あたりは静かになる。いや、しばらくすると、どこからともなく、海の音とでも言うしかない、ざわざわした音が漂ってきた。潮に流されるに任せて、ボートは波間に揺れている。船首から顔を出して海中を覗き込んでいると、底知れない黒い水の中に、魚の腹とおぼしき白いものが時々きらめいては消えていった。師匠は黙ったまま水平線のあたりをじっと見ている。横顔を盗み見ても何を考えているのかわからない。かすかな風の音が耳を撫でていき、船底から鈍く響いてくるような海鳴りがどうしようもなく心細く、孤独な気分にさせてくれる。取れてるんですかね?と言うと、口に指を当てて、シッという唇の動きで返された。何か聞こえるような気もするが、はっきりとはわからない。そもそも海の上で一体何があのテープのようなささやきを発するのか。俺はじっと耳を澄まして、闇の中に腰を下ろしていた。どれくらい経ったのか、ザーザーという生ぬるい潮風に顔を突き出したままぼーっとしていると、不意に人影のようなものが目の前を横切った。思わず目で追うと、確かに人影に見える。漂流物とは思わなかった。なぜならそれは、子供の背丈ほども海面に出ていたからだ。
俺は固まったまま動けない。ただゆらゆら揺れながら遠ざかっていく暗い人影から目を離せないでいた。海のただ中であり、木やまして人間が立てるような水深のはずがない。視界は狭く、ゆっくりと人影は闇の中へ消えていったが、俺は震える声で、あれは何でしょうか、と言った。師匠は首を振り、海はわからないことだらけだ、とだけつぶやいた。懐中電灯をつけたくなる衝動に駆られたが、何か余計なものを見てしまう気がして、できなかった。ガチンという音がして、アナクロなテープレコーダーの録音ボタンが元に戻った。自動的に巻き戻しが始まり、シャーという音がやけに大きく響く。師匠がテープレコーダーの方へ移動する気配があり、わずかに船が揺れた。聞いてみる。そんな声がした。ここで？俺は無理だ。俺や師匠の部屋ならいい。いや、あえて言えば、普通の心霊スポットくらいなら大丈夫だ。しかしここは、陸地から離れて波間に漂うここは、海面より上も下も人間の領域ではないという皮膚感覚があった。三階に家なしという単語がなぜか頭に浮かび、頼るもののない心細さが猛烈に襲ってきた。何かが気まぐれにこの小さな船をひっくり返しても、この世はそれを許すような、そんな意味不明の予感がする。そんなことを考えながら、船のヘリを渾身の力で掴んだ。そんな俺に構わず、師匠はガチャリとボタンを押し込んだ。思わず耳を塞ぐ。バランスが崩れないよう足を広げて踏ん張ったまま、俺の世界からは音が消えて、テープレコーダーの前にかがみ込んだままの師匠が停止ボタンを押されたように動かなくなった。俺はその姿から目を離せなかった。胸が詰まるような磯の生臭さ。板子一枚下は地獄。ああ。漁師にとってのあの世は海なんだな、と思った。波に合わせて揺れる師匠の肩口に人影のようなものが見えた。再び海に立つ影が船のすぐ真横を横切ろうとしていた。顔などは見えない。どこが手で足でという輪郭すらはっきりわからない。ただそれが人影であるということだけがわかるのだった。師匠がそちらを向いたかと思うと、いきなり何事か怒鳴りつけて、船から半身を乗り出した。すごい剣幕だった。船が一瞬傾いて、反射的に俺は逆方向に体を傾ける。人影は立ったまま、闇の中へ消えていこうとしていた。師匠は乗り出していた体を引っ込め、船尾のモーターに取り付いた。俺はバランスを崩し、思わず耳を塞いでいた両手を船の縁につく。なんだあれ。なんだあれ。師匠は蒸気した声でまくし立て、エンジンをかけようとしていた。回答して戻る気だ。そう思った俺は、その手にしがみついて、ダメです、帰りましょう、と叫んだ。師匠は俺を振りほどいていった。当たり前だ。捕まってろ。すぐにエンジンの大きな音が響き、船は急加速で動き始めた。潮から石吹きが風にかかる中で、俺はメガネを乱暴に吹きながら、かすかに見える灯台の光を追いかける。後ろを振り返る勇気はなかった。後日師匠が、あの時の録音テープを聞かせてやる、と言った。結局俺は
まだ聞いていなかったのだ。喉元すぎればというやつで、のこのこと師匠の部屋へ行った。ありえないのが取れてるから。そんなことを言われては聞かざるを得ない。テーブルの上にラジカセを置いて再生ボタンを押すと、くぐもったような波の音と風の音が遠くから響いてくる。耳を近づけて聞いていると、その中に混じって何か別の音が入っているような気がした。ボリュームを上げてみると確かに聞こえる。ザーザーでも、ゴーゴーでもない。何か規則正しい音のつながり。それが延々と繰り返されている。もっとボリュームを上げると、音が割れ始めて逆に聞こえない。うまく調整しながら、ひたすら耳を傾けていると、それは二つの単語でできていることが分かった。人の声とも、自然の音とも取れる、何とも言えない響き。その単語を聞き取れた瞬間、俺は思わず腰を浮かせて息を飲んだ。それは紛れもなく、俺と師匠の名前だった。怖い夢。幽霊を見る。大怪我をする。変質者に襲われる。どんな恐怖体験も夜に見る悪夢一つに勝てない。そんなことを思う。実は昨日の夜、こんな夢を見たばかりなのだ。自分が首だけになって、家の中をさまよっている。何でもいいから、今日が何月何日なのか知りたくて、カレンダーを探している。誰もいない廊下をのろのろと進む。その視界がいつもより低くて、ああ、自分はやっぱり首だけなんだと思うと、それがやけに悲しかった。うおーと叫びながら台所にやってくると、母親がこちらに背を向けて流し台の前に立っている。ついさっきのことなのに、なぜかもう忘れてしまったが、俺は何かすごく恐ろしいことを言いながら、母親を振り向かせた。するとその顔が、これだった。という夢。こんな夢でも体験した人間は身も凍る恐怖を味わう。しかしそれを他人に伝えるのは難しい。4時間しか経っていないのに、すでに目が覚める直前のシーンが思い出せない。けれど、怖かったという感覚だけが、檻のように残っている。そんな恐怖を誰かと共有したくて、人は不完全な夢の話を語る。しかしうまく伝えられず、怖かったという主観ばかり並べ立てる。得てして、そういう話はつまらない。もちろん怖くもない。それを経験上わかっているから、俺はあまり怖い夢の話を人に語らない。いや、違うのかもしれない。怖い夢を語るというのは、人前で裸になるようなものだと、心のどこかで思っているのかもしれない。それは情けなく、恥ずべきものなのだろう。夢の中の恐怖の材料は、すべて自分自身の投影に過ぎない。結局、自分のズボンのポケットに入っているものに怯えるようなものなのだから。大学2回生の春。俺は朝からパチンコに行こうと身支度を整えていた。目覚まし時計までかけて、実に勤勉なことだ。その情熱のわずかでも大学の授業へ向ければ、もっとマシな人生になったかと思うと少し悲しい。ズボンを履こうとしている時に電話が鳴り、一瞬ビクッとした後受話器を取ると、すぐ来いという女性の声が聞こえてきた。
オカルト仲間の京介さんという人だ。京介はネット上のハンドルネームである。困りごとがあってこっちからかけることはよくあったが、あちらから電話をかけてくるなんて実に珍しかった。俺はパチンコの予定をキャンセルして京介さんの家へ向かった。何度か足を踏み入れたマンションのドアをノックすると、禁煙パイプをくわえた京介さんがジーンズ姿で出てきた。一体何事かとドキドキしながら、そして少しワクワクしながら部屋に上がり、ソファーに座る。まあ聞け、と言って京介さんはテーブルの椅子にあぐらをかき語り始めた。すげえ怖いことがあったんだ。声が上ずり落ち着かないその様子は、いつものひょうひょうとした京介さんのイメージとは違っていた。一人でボーリングしてたら、やたらガーターばっかりなんだ。なんでこんな調子悪いかなと思っていると、トイレの前で誰かが手招きしてるんだよ。なんだあれって思いながら続けてると、またガーター連発。知らないだろうけど私、アベレージで180は行くんだよ。ありえないわけ。それでまたちらっとトイレの方を見たら、誰かがすっと中に消えるところだったんだけど、その手がひらひらまた手招きしてる。気になってそっちへ行ってみたら、清掃中って張り紙がしあった。でも確かに中に誰か入っていったから、構わずずかずか乗り込んだら、中どうなってたと思う。女子トイレだったはずなのに、なぜか男子トイレで、しかもゾンビみたいな奴らが便器の前にずらっと並んでるわけ。それも行列を作って。パニックになって私が叫んだら、そいつらが一斉にこっちを振り向いて、見るなこらみたいなことを言いながら、こっちに近づいてこようとし始めたんだよ。目なんか半分垂れ下がってる奴とかいるし。そいつらがみんな皮がズルズルになった手を、こうぐっと伸ばして。そこまで聞いて、俺は京介さんを止めた。ちょっと待ってください。それってもしかして、っていうか、もしかしなくても、夢ですよね。そうだよ。すげえ怖い夢。京介さんは、両手を胸の前に伸ばした格好のままで、キョトンとしていた。その頃から、他人の夢の話は怖くないという達観をしていた俺は、尻のあたりがムズムズするような感覚を味わっていた。自分の見た怖い夢の話をする人は、相手の反応が悪いとやたら力が入り始め、余計に上滑りをしてしまうものなのだ。まあ聞けよ。そのゾンビどもから逃げた後がすごかったんだ。話を無理やり再開した京介さんの冒険談を、俺はうつむいてじっと聞いていた。この人は朝っぱらから自分の見た怖い夢を語るために俺を呼び出したらしい。まるっきりいつもの京介さんらしくない。いや、京介さんらしいのか。夢の話は続く。俺はうつむいたまま、やがて涙をこぼした。それで、自分の部屋まで逃げてきたところで、って、おい、なんで泣く？おい、泣くな。なんで泣くんだ？俺は自然に溢れ出る涙を止めることができなかった。視線の端には、水が抜かれた大きな水槽がある。京介さんを、長い間苦しめてきた、その水槽が。泣くなってば。おい、困ったな。泣くなよ。俺はすべてが終わったことを、その時初めて知ったのだった。去年の夏から続く、一連の悪夢が終わったこと。結局俺は、最後は蚊帳の外で、何の役にも立てず。京介さんや、
彼女を助けた人たちの長い夜を、俺は翌朝のパチンコをする夢で過ごしていたのだった。参ったな。泣くほど怖いのか。子供か君は。泣くほど情けなくて、恥ずべきで。そして、ポケットに入れた魔除けのお守りをすべて投げ出したくなるほど嬉しかった。京介さんが夢を見た朝が、どうしようもなく嬉しかった。声。大学二回生の春だったと思う。俺の通っていた大学には、大小数十のサークルの部室が入っている3階建てのサークル棟があった。ここでは学生によるある程度の自主権が守られ、24時間開放という夢のような空間があった。24時間というからには24時間なわけで、朝まで部室で徹夜麻雀をしておいて、そこから講義棟に向かい、授業中たっぷり寝てから部室に戻ってきてまた麻雀などという、学生の鏡のような生活もできた。夜にサークル棟にいると、そこかしこの部屋から主演の歓声やら、麻雀牌を混ぜる音やら、テレビゲームの電子音などが聞こえてくる。どこからともなく落語も聞こえてきたりする。それが平日休日の別なく、時には夜通し続くのだ。ある夜である。いきなり耳をつんざく悲鳴が聞こえた。初代スーパーマリオのタイムアタックを延々とやっていた俺は、コントローラーを握ったまま部室の中を見回す。数人のサークル仲間が思い思いのことをしている。誰も無反応だった。今、悲鳴が聞こえませんでした、と聞いたが、漫画を読んでいた先輩が顔を上げて、え？と言っただけだった。気のせいかとも思えない。サークル堂すべてに響き渡るようなすごい声だったから。そしてその証拠に、まだ心臓のあたりが冷たくなっているような感覚があり、鳥肌がうっすらと立ってさえいる。部屋の隅にいた先輩が片目をつぶったのを、俺は見逃さなかった。その瞬間に、俺は何が起こったのか分かった気がした。その先輩のそばに寄って、何なんですか、さっきの、と囁く。俺のオカルトの師匠だ。この人だけが反応したということは、そういうことなのだろう。聞こえたのか、というので、うなずくと、無視無視、と言って、ごろんと寝転がった。気になる。あんなに大きな声なのに、ある人には聞こえて、ある人には聞こえないなんて、普通ではない。俺は立ち上がり、精神を研ぎ澄まして、悲鳴の聞こえてきた方角を探りながら、部室のドアを開けた。師匠が何か言うかと思ったが、寝転がったまま、顔も上げなかった。ドアから出て、汚い廊下を進む。各サークルの当番制で掃除はしているはずなのだが、長年積み重なった塵や悪態やら、ゲロやら、涙やらで、どうしようもなくすすけている。夜中の一時を回ろうかという時間なのに、廊下の左右に並ぶ多くの部室のドアからは光が漏れ、奇声や笑い声が聞こえる。誰もドアから顔を出して悲鳴の正体を伺うような人はいない。その中を、確かに聞こえた悲鳴の残滓のようなものを追って歩いた。そしてある階の端に位置する空間へと足を踏み入れた瞬間、背筋に何か這い上がるような感覚が走った。やたら暗い一角だった。天井の電灯が切れている。元からなのか、それとも、さっきの悲鳴と関係があるのかはわからない。いずれにしても、
人気のない廊下が闇の中に伸びていた。背後から差す遠のく明かりと遠くの人のざわめきがその暗さ、静けさを際立たせていた。かすかな耳鳴りがして、俺はここだという感覚を強くする。この辺りには何のサークルがあっただろうと考えながら、足音を消しながら歩を進めていると、一番奥の部屋のドアの前に、人が立っているのに気がついた。向こうも気づいたようで、こちらを振り返った。薄暗い中を恐る恐る近づくと、それは髪の長い女性で、不安げとも何ともつかない様子で立っているのだった。どうしたんですかと声を殺して聞くと、彼女は何か合点したようにうなずいた。多分彼女も反応したのだ。馬鹿騒ぎする不夜城の中で、わずかな人にしか聞こえなかった悲鳴に。顔色を伺うが、暗さのせいで表情まではわからない。俺も聞こえました。仲間であることを確認したくて、そう言った。ここだと思いますけど。女性のか細い声がそう答えて、俺は視線の先のドアを見た。プレートがないので何のサークルかはわからない。頭の中でサークルの配置図を思い浮かべるが、この辺りには普段用もないので、もやがかかったように見えてこない。ドアの下の隙間からは明かりも漏れておらず、中は無人のようだったが、ビクビクしながらドアに耳をくっつけてみる。何も聞こえない。地続きになっている遠くの部屋で、誰かが飛び跳ねているような振動をかすかに感じるだけだった。頭をドアから離すと、無駄と知りつつノブを握った。カチャッと音がして、わずかにドアが動いた。驚いて思わず飛び去る。開く。鍵がかかっていない。このドアは開く。後ずさる俺に合わせて、女性も壁際まで下がっている。心音が落ち着くまで待ってから、どうしますと小声で言うと、彼女は首を横に振った。怯えているのだろうか。しかし、去ろうともしない。俺は何か義務感のようなものに駆られて、再びドアへ近づく。ノブに手をかけて深呼吸をする。あの悲鳴を聞いた時の心臓が冷えるような感覚が蘇って生唾を飲んだ。このドアの向こうに悲鳴の主か、あるいは関係する何かがある。そう思うだけで足がすくみそうになる。開けますよ、と彼女に確認するように言った。でもそれはきっと自分自身に向けた言葉なのだろう。目をつぶってノブを引いた。いや、つぶったつもりだった。しかしなぜか俺は目を開けたままドアを開け放っていた。吸い込まれそうな闇があり、その瞬間彼女が俺の背後で、キャーという絶叫を上げたのだった。寿命が確実に縮むような衝撃を受けて、俺はそれでもドアノブを離さなかった。室内は暗く、何も見えない。暗さに慣れたはずの目にも見えないのに、一体彼女は何に叫んだのか。じっと闇を見つめた。中に入ろうとするが、磁場のようなものに体が拒否されているように動けない。いや、単にビビっていただけなのだろう。俺はしばらくそのままの姿勢でいたが、やがて首だけをめぐらせて、後ろを向こうとした。一体彼女は何に叫んだのか。その時、
あることに気がついた。この廊下の一角は、あまりに静かだった。やってきた時と変わらずに。さっきの彼女の叫び声に、このサークル棟の誰も様子を見に来ない。中途半端な位置で止まった頭のその視線の端で、彼女が壁際に立っているのが見える。しかしその姿が薄闇の中に混じるように希薄になっていき、俺の視界の中で音もなく、さっきまで人だったものが気配になっていこうとしていた。ドアの向こうの闇から何か目に見えない手のようなものが伸びてくるイメージが頭に浮かび、俺はドアノブから手を離して逃げた。背後でドアが閉じる音が聞こえ、彼女の気配がその中へ消えていったような気がした。自分の部屋に戻ると、みんなさっきと同じ格好で同じことをしていた。胸を押さえて座り込むと、師匠が薄目を開けて、無視しろって言ったのに、とつぶやいて、また寝始めた。マリオはタイムオーバーで死んでいた。その後時々あのサークル棟の端の一角を気にして通りすがりに廊下から覗き込むことがあった。昼間は何事もないが、人気のない夜にはあのドアの前あたりに人影のようなものを見ることがあった。しかし大学を卒業するまでもう二度と近づくことはなかった。